皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日は質問をいただきました。人前で演奏するとき、緊張で頭が真っ白になっていつも思うように叩けません。森谷先生は緊張しますか？緊張を克服する方法などはあるのでしょうか、ということなんですが、ライブとかセッションとか、人前で演奏するときに、どうしてもこう緊張してしまってうまくいかないという人は、多かったりすると思いますし、僕もね、もともとすごく緊張しいで、初めてのステージ、僕小学校6年生の時の、当時習ってたドラム教室の発表会なんですが、その発表会の時に緊張しすぎてもう頭真っ白になってカウント入れなくて、でスティックも途中で落としてしまったりとか、もう散々な結果だったんですが、あるね、こうアンケート調査によるとですね、人前で、スピーチをするとき緊張しますかという問いに対して、95% の人が緊張すると答えたそうなんですね。つまりこれは緊張する方が当たり前で、全く緊張しないっていう残り 5% の人の方が変わってるというね、結果になってます。で、緊張するとね、どうなってしまうのかというと、内容が飛んでしまったりとか、思わぬ間違いをしてしまったりとか、手が震えてしまったりとかね、声が出なかったりとか、緊張に対してネガティブなイメージがあって、緊張的だと考えてしまう人も多いと思うんですが、うまくね、緊張と付き合っていければいいかなと思うので、ぜひそんなお話をさせていただきたいと思います。緊張というのが、一体どういうメカニズムになってるかっていうのをお話をさせていただきたいんですが、精神科医の樺沢紫苑先生っていうね、方が出しておられる、いい緊張は能力を2倍にするという本があるんですが、この本の中でね、僕が勉強したことを、噛み砕いてというか、ご説明させていただければなと思います。とてもね、わかりやすい本なので、ぜひね、読んでいただけたらいいなと思います。で、緊張した時っていうのは、脳内でどうなっているのかというと、まずね、緊張の原因っていうのが3つだと言われてます。1つが、副交感神経が優位になっている状態。で、副交感神経っていうのは、昼の神経と言われていて、いわばこう、活動モードになっている状態っていうことですね。で、その反対が副交感神経という、夜の神経があって、これは休息モードですね。リラックスしている状態っていうのが副交感神経が優位になっている状態。で、緊張しすぎている状態っていうのは、この交感神経っていう活動モードが優位になっているので、それを副交感神経に切り替えてあげると、落ち着かないね、こう緊張して落ち着かない雰囲気を抑えることができると言われてます。交感神経のこの活動モードからリラックスモードの副交感神経に切り替わるやり方として、一番いいのが深呼吸をするということですね。で、これよくね、緊張してる状態で深呼吸すると、みたいな感じで、この早い呼吸をしてしまうんですけど、早い呼吸をすると心拍数が上がってしまうので、余計緊張を招いてしまうんですね。深呼吸のやり方っていうのは、いろんなやり方が紹介されていると思うんですが、共通していることといえば、ゆっくり呼吸するということと、呼吸に意識を集中することっていうことが必要となります。その深呼吸のやり方っていうのをちょっと簡単にご説明させてもらうと、鼻から5秒かけて、息を吸ってください。そして10秒かけて口からストローで息を吐くような感じで細く息を吐いてください。で、残りの5秒かけて肺の中の空気を全て吐き切る。で、そのまま吐き切ったら、その空気が肺の中に流れ込むことを意識しながら、また鼻から5秒かけて息を吸うという。これを20秒かけて一つの呼吸を行って、それを1分で3回行うという呼吸法となってます。この時に呼吸に意識を向けながら繰り返すことができると、落ち着かない雰囲気がね、少しね、落ち着いてくると思うので、緊張して、どうしても落ち着かないっていう時は、ぜひ試してみてください。二つ目の緊張の正体としては、セロトニンが低いというような状態と言われています。セロトニンというのは癒しの脳内物質と言われていまして、落ち着きとか平常心とか心の安定などを司っている物質となります。逆に、セロトニンが足りない状態になると、朝に弱かったりね、イライラしたりとか、切れやすかったりね、こう感情が不安定になったりとか、物事の切り替えができないとかね、そういう状態に陥ってしまいます。じゃあ、こう緊張している時にどうすればセロトニンを分泌できるのかというと、笑うとね、気持ちが晴れるっていう人は多いと思うんですが、セロトニンというのが表情筋をコントロールしているので、自然な笑顔を作るだけでセロトニンの分泌を誘発させると言われています。僕のイベントでですね、ドラムセミナーなんですが、とあるプロドラマーの方が、緊張した時は笑えばいいんだよ、みたいなことをおっしゃっていたんですが、それはこう脳科学的に見ても、理にかなってるというね、ことになってます。3番目の緊張の正体、原因っていうのが、これがね、もう最大の原因だと思うんですが、ノルアドレナリンが高い
っていう状態が緊張の原因となってます。ノルアドレナリンっていうのはもう緊張そのものだとね言われてるんですね。まあ、ノルアドレナリンっていうのが一体何かというと、追い詰められた時、窮地に立たされた時に、一瞬で正しい判断を行うために放出される危険回避のための、脳内物質と言われてます。例えばね、こう原始人がこうサーベルタイガーと遭遇した時にこうボーっとしてたら一瞬で食べられてしまうじゃないですか。食べられてしまうんで、この猛獣と戦うべきなのか、それともこう逃げるべきなのかっていうのを一瞬で判断して、行動に移すための脳内物質と言われてます。ノルアドレナリンが分泌されると脳がねこう研ぎ澄まされて、集中力が高まって、身体能力が高まって、で判断力も高まると。でそれによって、まあ、この猛獣と戦うべきなのか、それとも逃げるべきなのかっていうのを一瞬で判断して行動に移せるようになるんですね。その時に学習能力っていうのも高まるんですね。例えばこう猛獣と遭遇した時にまた同じ目に遭わないように、どういう状況でどういうシチュエーションで、出会ったのかを記憶しておくために、学習能力が高まると言われてます。ノルアドレナリンを出すか出さないかを判断しているのが脳の扁桃体と言われる部分なんですね。扁桃体というのは何かの出来事に遭遇した時にその状況が自分にとって命の危険があるのかないのか、快か不快かっていうのを一瞬で判断する脳の部位となってます。例えばこの交差点で、信号待ちをしていた時に向こうから自転車がシューってこう来て危ないって言ってシャッとこう身を避けた、この状態っていうのがこの脳の扁桃体の危険感知システムが働いたおかげなんですね。例えばハエがブーンって来た時に、よしハエが来たな、これを手で跳ねのけるぞって言うんじゃないじゃないですか。こうブーンって来た時にうわ ってこうなった後にうわハエやってなるじゃないですか。扁桃体というのはね、まあこういうこの脳の危険感知システムなんですね。例えばこう人前で演奏するときに緊張する原因としては大失敗してしまうんじゃないかとかね、スティック落としてしまうんじゃないかとか、曲忘れて飛んでしまうんじゃないか、間違えて恥をかいてしまうんじゃないかっていう、その予測がつかないことに対する不安な気持ちから緊張してしまったりとかね、上がってしまったりとかするんですね。その時に扁桃体がいやこれはもう命の危険があると、もうこのままでは危険だと判断すれば、ノルアドレナリンを出して緊張するというね、まあ、つまり警告を送ってるんですね。逆に言うとこれ命の危険がないと、成功率が高いと、絶対失敗しないというね、そういう風に扁桃体が判断すれば緊張は生じないことになるんですね。これね、誰でも経験があると思うんですけど、そのとんでもなく緊張する場面に出くわした時に、なんでこれ式のことでこんなに緊張していたんだろうってね、こう思うことってあるじゃないですか。それは経験をして正体が分かったからなんですね。ってことはやっぱりこう扁桃体がこう命の危険がないとね、こうこれは絶対に成功率が高いと判断するためには、やはりこう予測がつくぐらい、もう本番は大丈夫だとね思うぐらい、まあ調べたりとかね、こう練習したりとかすることで、まあ扁桃体自体はこう安全だと判断して緊張を和らげることができるんですね。やはり緊張しないようにするためにはしっかりと準備するということが大事なんですね。ただしっかりと裏付けが取れるまで準備したはずなのに緊張してしまってうまいこといかなかったりとか、大失敗をしてしまったという経験は誰でもあると思うんですけど、そういう時は残念ながらこう準備が足りなかったとね、いうことだと思うんですね。じゃあどれぐらい準備をするべきなのかと考えた時に、いろんなことにチャレンジをして、で、毎回徹底的に準備をしておくようにすると、一つのね、こう、事柄に対して、どんな準備をしたらいいのか、どれぐらい準備をしたらいいのかっていうのが、分かってくるんですね。つまり、この準備っていうのは質が大事になってくるので、いろんなことにチャレンジをして、で、場数を踏むことによって、準備の質もね、上がっていくんですね。だから一番最初初めてのステージの時は例えば3ヶ月、頑張って練習をして本番に臨んだっていうのが、準備期間が1週間だけでその3ヶ月よりも濃い準備ができるとね、いうようなことが、まあ、準備の質っていうことになってくると思います。例えばね、こうドラム演奏で言うと、スティックを落としては絶対にダメだと思うと、スティックをグーッと握り込んでこう体に力が入ってしまってね、うまく叩けなかったりするんですが、例えば代わりのスティックを用意しておいたりとか、スティックを落としても片手で叩けるようにしておくっていうことも、まあ、言ったら準備の質なので、だからそういうしっかりと準備が取れてたらスティックを落としてもいいわと、代わりのスティックもあるし、片手でもいけるし、そういう風に思えるっていう心のね、気楽さっていうのが大切になってくると思うので、緊張せずに、リラックスした状態で、緊張をね味方につけて、本番に臨んでいけると思うので、緊張してきた自分をいけないと思うんじゃなく、緊張は判断力を高めて、集中力を高めて、身体能力も高めて、学習能力も高めるというね、すごく強い味方なので、その緊張を味方につけて、本番では最高のパフォーマンスを、していってもらえたらいいかなと思いますかね。そんな感じで参考にしてみてください。本日もありがとうございました。さあ